こんにちは、しおちゃんのお時間です。あなたが新たな動物を家畜化しようと思った時、アライグマがいい候補になると思うかもしれません。確かにアライグマは身軽で手が器用なため、高齢者や障害者の手助けをする私益動物になりそうです。しかしアライグマを家畜化することはできません。それではなぜアライグマは家畜化できないのでしょうか。そこで今回はアライグマの生態を見ていくとともに、家畜化できなかった理由について解説したいと思います。ちおちゃんは生物などを解説しているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。まずアライグマを家畜化できない理由として、可愛い見た目に反し危険であることが挙げられます。アライグマの体長は40から60センチメートル、体重は4から10キログラムほどで、チワワやトイプードルなどの小型犬より一回り大きいくらいです。また、ふさふさとした毛並みや、しましまの尻尾を持つなど、可愛らしい容姿をしています。しかし、アライグマが人に懐く可能性はかなり低いと言われています。小さい時はおとなしくても、成長するとともに気性が荒くなるのです。彼らは雑食性で、果実などの植物を食べる一方、両生類、爬虫類、魚類、鳥類、哺乳類、昆虫類、甲殻類、その他の無脊椎動物など幅広い生物を捕食するハンターです。そのため力も強く、鋭い牙と爪を持ち、不用意に手を出して反撃されると大きな怪我を負う可能性もあります。またアライグマはアライグマ海中、狂犬病、レプトスピラ症などの感染症のキャリア動物でもあるため、噛まれると危険です。アライグマ海中はアライグマを宿主とする海中の一種で、日本の野生個体からの検出事例はありませんが、もし人間が感染すると、感染してから発症するまでおよそ1週間から4週間で吐き気、倦怠感、運動失調、昏睡が見られ、重症の場合は死亡してしまいます。アライグマは縄張りを持つ動物です。彼らは森林や湿地、農耕地、都市部などの幅広い環境に生息し、直径1から3キロメートルの範囲で行動圏を持ちます。オスの行動圏の方がより広く排他的で、その中に複数のメスの行動圏が共有しているとされています。このようにアライグマは単独で行動するため、序列性のある集団を形成しません。群れを形成する動物には個体間で序列性を作り、自身よりも序列上位の個体の行動に習う習性を持つ種と持たない種がいます。牛や馬、羊などは前者の典型であり、集団のヒエラルキーの頂点に人を据えることで容易に集団のコントロールが可能になります。単独行動をするアライグマは人間をリーダーとみなさないため、人間の命令に従わないのです。次にアライグマを家畜化できない理由として、すぐに脱走してしまうことが挙げられます。彼らは後ろ足で立つことができる上、人の手のような長い5本の指を持っており、視覚があまり良くない代わりに手のひらの触覚が非常によく発達しています。飼育下では前足を水中に突っ込んで手を洗っているように見られることから、アライグマの名がついていますが、実際は餌を洗う行動は飼育下でしか見せません。野生のアライグマが水に手を浸していることはありますが、これは餌を洗っているのではなく探しているのです。彼らの前足は非常に器用で繊細であり、主にこの前足を使って餌を探します。そして見つけた獲物はまず手で触って確認してから食べるのです。このように手先が非常に器用なアライグマは、簡単な飼育設備ではすぐに脱走してしまいます。さらに木登りもうまく立体的な行動を見せるため、一度逃げ出してしまうと捕まえるのは困難です。北米原産であるアライグマは日本にはもともと生息していませんでした。日本国内で初めての野外繁殖が確認されたのは1960年代のことです。始まりは愛知県犬山市にある日本モンキーセンターが1961年に飼育し始めたアライグマのうち12頭が翌年に脱走し、未回収となった個体が野生化したと考えられています。1970年代になるとテレビアニメアライグマラスカルの人気などから、ペットとしてアメリカから多い年では年間1500頭もの個体が輸入されるようになり、盛んに飼育されていました。しかし
戦術したようにアライグマは手先が器用で脱走しやすい動物のため、多くの飼育個体が逃げ出しました。また、気性が荒く、ペットには向いていないため、アニメの最終回と同様に、動物は自然の中で暮らすのが一番良いという名目で、意図的に飼い主によって自然へ返された個体もありました。当時は一般人はもとより、学者も外来種問題に対して危機意識をあまり抱いていなかったのです。こうして飼いきれなくなった個体や、逃亡して野生化した個体は各地へ自然分散し、2008年には47都道府県で見られるようになりました。アライグマのメスは1歳、オスは2歳で成熟し、2歳以上の妊娠率はほぼ 100% と言われています。妊娠期間は60から73日で、12月から8月までに繁殖し、一度に1から7頭の子供を産みます。さらに1度目の繁殖に失敗しても2度目の発情があるため、その場合は夏に出産します。このように繁殖力が高い上、日本には天敵や競争種がいないため、容易に定着してしまったのです。これにより、農作物や養殖魚が食べられたり、乳牛の乳首が噛み切られたりするなど、経済的被害が発生しています。2009年度の農業被害は全国で約2億8000万円となり、数年で倍増しています。さらに、家屋や自社の屋根裏へ侵入し、ねぐらとして利用することから、汚損が報告されており、歴史的建造物への被害も出ています。また、様々な動植物を幅広く捕食する雑食性の上に繁殖力が強いため、在来生態系に影響を与えています。北海道では、アライグマが原因でアオサギのコロニーが営巣を放棄する事態が発生しています。また、フクロウ類やオオタカノスの略奪も起きています。そして、アライグマよりも小型なキツネやタヌキなどの在来哺乳類との競争も問題です。千葉県では2008年にアライグマが原因とみられる食害で、減少が危惧されているニホンイシガメを含む100匹以上の在来カメ類の死体が発見されています。このように日本では家畜化に失敗した上、多大な被害まで出る結果となっています。現在、アライグマは外来生物法に基づき、特定外来生物に指定されており、使用、運搬、保管等が禁止されています。特定外来生物とは、外来生物であって、生態系、人の生命、身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼす恐れがあるものの中から指定されます。このようにアライグマを飼育することは法律で禁止されているため、家畜化はより難しくなっていると言えるでしょう。また、本来の生息地のアメリカでも人間の居住地近くでは、生ゴミを利用するアライグマもいるため、問題となっています。このため英語圏では、ゴミを漁る様子と、パンダに似た色模様から、ゴミパンダという不名誉なあだ名で呼ばれています。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた、次回のジオちゃんでお会いしましょう。